生活はどうですかっていう質問をよく受けます。この動画ではお仕事、教員としての生活、最後3つ目に学生の頃の違いというのをお伝えしていきます。カメラ岩月です。ではね、早速このまあ3つですよね、まあ、こっちじゃないか3つをお伝えしていきます。で、1つ目ですけれども、お仕事に関してまあすごいいい、まあ、仕事をねさせてもらってるなって思ってます。まあやってる内容っていうのは大体まあ3つあって、まあ教えることがまあ1つ目で、2つ目っていうのはまあこう研究活動、まあ3つ目っていうのがまあ結構まあこっちだとサービスって言われてて、まあ日本だとね結構雑務って言われてて、まあどういうのかっていうのまあ順番にねお伝えしていきます。で、まあ1つ目のまあティーチング、授業を教えるってことに関して、まあ本当にまあ皆さんね大学生やったことある方だったらわかるんですけど、大学の先生って、まあ、授業していたりするじゃないですか。だからそれをやってるっていう感じで、まあ、1学期に9単位教えるんですよ。まあ、9単位っていうのはどういうことかっていうと、アメリカだと、まあ、1つの基本的な授業って、なんか3単位、3クレジットって言われて、まあ、なので、まあ、基本的な、まあ、3時間、じゃない、2時間半か、の授業を、まあ、15週間っていうので、まあ、3単位なんですけど、それをまあ、3つ教えるっていう感じになります。で、まあ、どんな授業の内容を教えてるのかっていうと、まあ、例えばこの秋学期から教えるのっていうのは、まあ、スポーツ心理学の授業、授業と、あとまあ人がどのようにまあ運動のスキルを効率よく獲得するのか、まあ、運動学習っていう授業と、あとまあ研究方法論っていう授業を教えていて、冬夏はまあ、運動心理学っていう授業があって、まあ、自分の内容ですよね。まあ、本当研究に関する内容だってね、教えてます。まあ、でも、大体ざっくりまとめると、まあ、そんな感じの授業を教えてます。で、授業の日程っていうのはね、結構面白くて、だどういうことかっていうと、なんかね、2時間半の授業って、3回に分かれるケースと2回に分かれるケースがあって、3回に分かれるケースだと、月水金って来るんですよ。50分、50分、50分みたいな感じで。まあ、みたいなやつ、そんな感じなんですけど。で、科目で1時間15分、1時間15分で2時間半の時もあって、まあ、それは、なんか選べる時と、まあ、微妙に選べない時と、なんかこの授業で、この時間で教えてっていうのは結構決められる時とっていうのがあって、まあ、でも基本的には2回か3回をね、教えてるってことになります。で、まあ、2つ目の研究活動ですけれども、まあ、これで皆さんも絶対もう聞いても分かるんじゃないか。例えばなんかデータ取ったりとか、まあ、なんか論文取ったりとか、まあ、こうなんか他の国の方とこう研究するみたいな感じで、だから今だと例えば大学生とかになんかこう授業を取ってもらうためのトレーニングを大学生にやって、で大学生がね授業授業じゃないデータかデータを取ったりしてるわけですよ。でまあそのデータが例えばうまく取れてる時にまあナイスプレイですみたいな、まあまあそんなねナイスプレイですだけじゃないんですけど、でも例えばそれをちょっと例えばちょっとデータとしっかり取れてるかなって見たりとか、でまあ例えばそれ取り終わったらこうそれを元にはね論文を書いたりとか、まあ論文をまあ場合によって一緒に書いたりとかっていうのがまあお仕事になります。で他にもまあなんか共同研究っていう風に言われて、だから皆さんもねなんかいっぱい研究していくと多分わかるんですけど、なんかね研究を自分だけじゃなくてなんかね他の人とやるわけですよ、っていうのがあって、で今僕の場合だとなんか日本の先生とかと研究論文を一緒に書いたりとか、あと今やってるのはインドの大学院生のアドバイザーをしている関係で、まあそういう人と一緒に書いて論文やったりとか、あとチェコから来年来るんですけど一人研究者が、まあそういう人と一緒にやってるんで、なんかねチェコとアメリカと日本とインドみたいな感じで、まあなんかそれで今研究やってるっていう感じ、まあこれは2つ目になります。だからこれいつやるのかっていうことで、なんかね研究ってあんまりね時間が決まってないんですよ。だ例えば授業だと月水金ってさっき教えましたね、月火かもしれないし、でも研究ってなんかねいつやってもいいというか、だから月曜日やってもいいし、なんか教員によっては例えば月水金で授業が入ってて、なんか火曜日と木曜日はなんか研究の日ですよみたいな人もいれば、なんか授業は基本的に午前中に入ってて午後っていうのは研究の日ですよとかね、まあいろんなケースっていうのがあります。ちなみに岩月さんはどうなの？このようにね、聞いてくれる人が、まあ、いるかちょっとわかんないんですが、まあね、簡単にお伝えして、僕はね、なんか、論文書くんだったら結構朝に書いてて、まあ、なんか一日の生活って、まあ、こっちに出てきますけど、まあ、なんか、卵食べまくってたやつ、いつも卵あんな食べてないですよ、ほんと。ま、でも、結構朝にね、論文って書けて、結構ね、3時以降論文頑張って書かないようにしてる時とかもあります。なんかね、あんま進まないんですよ、書いても。まあ、でも結構データ取るのは、まあ、学生がいる、例えば、まあ、なんか、昼だったりとか、まあ、朝の時もありますけど、まあ、これね、いろいろになります。でも、基本的にそこまでなんかね、スケジュールって結構ね決まってなかったりします。でまあ3つ目の雑務っていうのはどんなことしてるのかっていうのは、まあ例えばなんか学部で行事があったりするわけですよ。なんか学生集めてなんかちょっとこうまあエクササイズやるような、なんかなんていうかまあそういうプログラムやりましょうかみたいな感じで、なんかそういう風に学部でなんかちょっとこうなんかやる時があるんですよ。そういう時に例えばお手伝いするとか、まああと他にはどんなことがあるのかっていうと、なんかね学生に授業をまあ僕って評価されるわけですよ。なんか
毎学期毎学期評価されて、あ、例えば何点だみたいな来るんですけど、なんかね、教員にも評価されるんですよ、実は。なんか、2学期に1回、なんか3人の先生が来て、まあ見に来るんですけど、なんかそれを、じゃこの先生がこの人の授業を見に行くみたいな、そのスケジュールを決める人を今、自分がやってて、まあその、全部の学部じゃないですよ、それできないから、でもいくつか、4つか5つかなんかの学部かな。それが今自分の仕事だったりして、で、あと他には、なんかね、大学の教員を雇うって結構ね、大きな仕事だったりして、なのでもう今、2回メンバーに入ったんですけど、なので、教員を雇うときに、まあ自分がなんか書類とか見るわけです。なんかあんまね、深いこととかって結構ここでは多分お伝えできないんですけど、でもどういうふうに、まあこう、なんていうの、まあ、いい教員を選ぶのかみたいなっていう、なんか書類見たりとか面接したり、だからそれみんなでグループでやるんですけど、それもなんか一応雑務の一つに入ってるんで、それはね、結構大きな仕事になってきます。アメリカ留学考えてるよっていう場合はね、概要欄にね、なんかまあ攻略ガイドっていうのかな、まあ留学の、まあよかったらね、覗いてみてください。で、まあ次ですけれども、まあその教員としてのね、生活っていうのを簡単にお話ししていきたいと思います。で、まあ結構これ面白かったりして、まあ自由度がね、結構高いなっていうふうに思ってます。まあなので、まあ大学の例えば院生の方、まあ結構大学の方がね、僕のチャンネルで結構見てるんで、まだ今一応大学院わからないよって方とかもね、まあいらっしゃると思うんですけど、まあ結構、まあなんか例えば朝9時に行って、5時に帰るっていうような、そんな仕事ではなくて、意外とね、自由だったりします。うん。まあ、でも、まあ、やっぱり、例えば論文とか書いてやっぱ時間かかっちゃうから、本当は5時で帰りたいんだけど、まあ、例えば7時で帰ってるっていう方とかもね、まあ、いらっしゃったりして、まあ、アメリカだったらそこまでね、なんかあんまり夜遅くまでいる先生ってあんまりいないですけど、まあ、でも結構自由度があるなっていうね、仕事に、まあ、大学の教員になるんじゃないかなって思ってます。え、週にどれぐらい大学行ってるの？で、こんなこと聞いてくださる方とかもいるんで、まあね、簡単にお伝えしていくと、まあ週に、まあ僕の場合はね、まあ週4回ぐらいかな。で、まあちょっともうなんか学校行きないと、まあ週に3回。まあまあどっちかなんですけど、まあ結構4回が多いかなと思います。うん。まあでも、これってやっぱり、こうなんか、今もうコロナで大学ってあんま行けなかったりして、なので、まあ例えば去年度っていうのはほとんどね、僕行かなかったんですよ。週に1回も行かなかったんですよ。うん。なので、まあそれちょっと置いておいて、まあ通常だったらまあ週に4回ぐらいかなっていう感じです。うん。で、じゃあ週に4回ってことは、じゃあ月曜から金曜で、まあ、いつ行かないのってことで、まあ、これも結構、まあ、自由だったりして、まあ、基本的に授業がある時って、まあ、行かなきゃいけないわけですよ。でも、授業がない時って、まあ、例えば、まあね、ここで仕事したりとかもできるし、今の場合って、前まではね、結構学校で仕事するのが僕好きだったんですけど、まあ、結構コロナになってから家で仕事するのも、まあ、結構好きになって、なので、まあ、授業がない日は僕多分行かないかなと思います。え、大学の先生ってすごいミーティングがあるって聞くんだけど、どうなの？これね、僕も思ってました。結構なんか、ミーティングとか、なんか会議とかっていうのが、まあ、あんまりね、アメリカってそこまで会議が入らなかったりして、まだ、例えば僕って今、まあ、教員で言うと、なんかね、助教っていう、まあね、結構レベルが低いところにいるわけですよ。なんか、准教授、教授っていく、なんか、おーってな、まあ、そこまでは、ま、全然言ってなくて、なので、なんかね、そんななんか大きな、なんか大事なことを決める会議みたいな、まあ、そんな別に僕呼ばれないし、そんなないんですよ。で、じゃあ何回あるのかっていうことで、なんかね、教員が、50人、まあ、40人ぐらいかな。なんか、4つ5つぐらいの学部が集まったミーティングっていうのがあるわけですよ。それっていうのは、学期に2回。なので、まあ、年に4回ある感じですね。まあ、結構少ないですよね。年に4回あるミーティング以外は、まあ、基本的になんかすごい人がうじゃうじゃいて、なんか聞いてるだけっていうのはね、ないです。まあ、でも、その年に4回あるミーティングも、なんかね、自由参加なんですよ。なので、まあ、出なくてもいいっていう。まあ、でも基本的には出てくれっていう。でもなんかね、出なきゃいけませんよっていうシステム。でもなくて、なので出ない方とかいらっしゃるんですよ。まあね、僕は一応まだね、下っ端なんで一応出てますけど、まあ出なかったこともねありました。で、例えば少数規模で、まあ、どんなミーティングが入るのかっていうのを簡単にお伝えしていくと、例えばさっきこう、まあ、雇うメンバーに入ってるって言いましたね。まあ、そういうミーティングもあれば、例えばまあ週に1回かな、まあ今はちょっとコロナであれですけど、まあ、基本的に週に1回はなんか研究ミーティングっていうのをまあ僕はやってて、まあ多分ね、博士課程の時とか修士の時もやってたので、まあなんかやる感じで、まあ今もやってたりって、まああとすごいそれをやることによって、まあすごい進みやすいっていうのもあって、まあ週に1回4人ぐらいの大学生とまあミーティングってやってますけど、じゃあ今週これやろうかとか、まあ先週こんなことやってよみたいな、まあそんなミーティングがあったりとか、まあたまにね、教員とかとミーティングありますけど、なんかミーティングってなんかすごいいっぱいいるっていう、もしかしてね、そういうイメージがあると、まあそういう感じのなんか聞いてるだけミーティングっていうのはほとんど出てない。まあもしね、アメリカで教員とか、まあ日本で教員目指してるよって方はね、よかったらね、コメント欄からね、教えてください。じゃあ早速ですけれども、まあこの、まあ3つ目の、まあ学生との違いについてね、簡単にお伝えしていきます。まあ、で、これはね、なんか僕のチャンネルって、まあ、基本的にはね、大学生とか、まあ、大学院生が見てるんで、あんまりね、教員の方は見てないと思うんで、まあ、でもちょっと言うと、ちょっとね、見てるわけですよ、教員の方って。まあ、でも、まあ、どういうふうにお伝えするかっていうと、
まあ、基本的には、まあ、そこまで忙しくないっていう、まあ、こんなこと言うと、ね、ちょっと怒られるかもしれないんですけど、まあ、やっぱ博士課程って、まあ、めちゃくちゃ忙しかったわけですよ。なんかもう課題もたくさんあって、でやっぱ論文書けないと博士号取れないとか、なんか仕事を取るっていうプレッシャーもあって、なんか論文が増えていかないと仕事取れないっていうプレッシャーもあって、なんかやっぱねプレッシャーが多かったっていうのがあるわけです。博士課程で仕事量も多かったし、まあ博士課程ってこうなんていうか、まあ授業もあって、で研究アシスタントもあるんで、その仕事もあるわけです。で自分の研究もあって、で仕事の面接に用意したりとか、まあなんか本当最後の年ってすごい忙しかったなって。それと比べると今っていうのは、まあ正直ですけど、まあ楽だなっていうことがあります。でまあ楽っていうと若干語弊が出ると思うんで、まあちょっとどういう意味での楽なのかっていうのかなっていうのを簡単にお伝えして、例えば僕のスケジュールって簡単にお伝えしましたけど、こうまあ授業を3つ教えるわけですよ。なのでまあ2時間半の授業っていうのを3つ教えるんで、授業の時間として取られるっていうのは基本的には1週間7時間半って思ってください。だ7時間半が多いのかっていうことですよね。僕はね、すごい少ないんじゃないかなって思ってて。まあでも、7時間半の前にやっぱ優位っていうのがあるわけですよ。で、例えば、一番最初の楽器だと、やっぱね、2時間半を、まあ、お話ししたり、授業を作るためにおいて、結構時間がかかるわけですよ。うん。まあそれは皆さん多分わかりますよね。うん。でも、まあ例えば、1回、2回ってやると、まあ、そんな言っても最初資料があって全部変えない限りは、まあ、その資料を直す感じになるんで、まあそこまでの準備がない感じ、皆さんもしますよね。まあ、なので基本的には、まあその宿題とかってまあ見たりしますよ。うん。まあでも、まあ例えばマークシートのテストだったらあんまり宿題ってまあなかったりするじゃないですか。まあでも結構少人数だとまあ結構課題出したりとか、まあ研究方法論だとね、まあ結構論文とかまあ結構文章を書くので学生が、まあそれ見たりっていうのはありますけど、でもなんか忙しいっていうと、例えばなんか普通に5時から、9時から5時で働いててなんか残業いっぱいやっててっていう人と比べるとなんかちょっとこう申し訳ないっていうか、まあそこまではなんか忙しくないかなっていう感じがします。で、あと、まあ、最初に、ね、簡単にお伝えしたように、まあ、結構この仕事が多分、僕嫌いだったら多分ね、結構大変だと思うんですよ。なんかやらされてる感じがあって。まあ、でも、まあ、そもそもスポーツ結構好きで、スポーツ心理学とか教えたくて、で、今スポーツ心理学、まあ、教えてっていうことで、まあ、そんな仕事ってなかなかないじゃないですか。まあ、なので、まあ、結構、まあ、頑張っているとは思うんですよ。しっかり論文も結構書いてるし。うん、まあ、でも、なんか別にやりたいことやってるんで、そういう意味ではね、なんかまあ、きついとか、なんかすごい追い込まれてるっていうよりも、まあなんか充実してるかなっていう感じになります。まあなのでぐっとまとめると、まあ学生の時の方がやっぱりすごいテストとかのプレッシャーもあって、なんか成績がとか、まあアシスタントのあれがとか、仕事取れるかな、将来なんかどうなるかなみたいな、なんか考えることがすごい多かったって思って、まあざっくりまとめると、まあ教員の方が僕はね、まあ楽かなっていうふうに個人的に思ってます。まあね、これ言うとね、でもすごい教員の人にね、まあ、怒られそうなんで、まあまあ C っていう感じでいきました。まあここまでね、見てくださった方、しっかりね、ボーナスポイントって用意してます。まあね、プレッシャーに関してね、簡単にお伝えしていきます。で、まあ、これね、アメリカの大学のシステムになるかなと思うんですけど、なんかね、アメリカの大学の教員って、まあ、意外と、そのま、シビアだったりしても、どういうことかっていうと、なんか今僕、助教っていうポジションにいるわけですよ。で、まあ、皆さん多分聞いたことあるのは、まあ、教授とかって絶対聞いたことあると思うんですよ。まあ、准教授も多分あって、まあ、助教って言われると、なんか微妙に、んってなるじゃないですか。まあ、例えばアメリカのとか、まあ、大学のシステムに関しても、こっちの動画にありますけれども、まあ、でもその、教授から、助教から、まあ、准教授に上がるジャンプっていうのは、まあ、結構でかかったりして、で、なので、まあ、なんかね、ジャンプできない人がいるんですよ。で、ジャンプできないっていうのは、まあ、どういうことかっていうと、まあ、なんか、まあ、ざっくりと、まあ、クビになってしまうというか、なので、まあ、例えば研究の業績で、例えばこれぐらい必要ですよとか、まあ、学生からの評価が、まあ、これぐらいで、まあ、その、教員からの評価が、まあ、授業ですよ。これぐらいじゃないといけません、みたいな。なんとなくの、まあ、ノルマみたいなのがあって、まあ、それを、まあ、2割ぐらいの人が、まあ、達成できなかったりとか、これ、ね、大学によってもシステムが違うんで、なんか、一概には言えないんですよ。やっぱアメリカって4500校ぐらいあるんで、これはこういう風ですよっていう風に、ズバッと言い切れる人って、多分、まあ、そこまでアメリカの大学を多分理解しきれてないっていうか、本当に量が多いんで、例えば、この大学はこうだけどってお話はできるんだけど、アメリカの大学としてはこうですよっていうのは意外とお話できなかったりしても、ざっくりまとめると、まあ、大体2割ぐらいの人っていうのは、准教授に上がっていけないんですよ。ってなるとどうなるかっていうと、まあ、なんかね、6年まで残れて、7年目にもう残れないっていうのは決まってて、1年間の仕事をもらえるんだけど、そこで他の大学の仕事を見つけに行くみたいな。そんな感じのがあります。まあ、なので、まあ、プレッシャーっていう意味では結構、まあね、論文書けなきゃまずいなとか、っていうのはね、まあ、あるんじゃないかなと思います。今日もね、最後まで見てもらって、はい、ありがとうございます。高評価になります。それでは皆様、デイ中でお会いしましょう。WeBeTalks。Peace。